こんばんは、あいかです。今日はですね、またまた最近の購入品を紹介していきたいと思います。つい先日も10万円分購入品紹介したばかりなんですが、まあ、あの時に紹介しきれなかったもの、それからね、前回の動画から今日までの間にもいろいろとお買い物しましたので、そちらをね紹介していきたいと思います。そして最後にはお知らせもありますので、そちらもねぜひ見逃さずにチェックしてもらえたらと思います。それでは早速いきましょう。今回は結構スキンケアが多かったですね。まあ、引き続きお肌ね赤み落ち着いては来てるんですけども、敏感肌向けのスキンケアをいろいろと取り入れています。なので前よりドラッグストアにね行く機会が増えましたね。敏感肌向けって言ってもキュレルやミノ、それからまあ D プログラムだったりとか、マツキヨ限定のレピシオかなとか、ノブだったりイハダだったり、本当にね種類がたくさんあるので、敏感肌向けのスキンケアっていうカテゴリーの中でもね、もういろいろ気になるものあって、お肌に負担をかけない程度に試していっています。じゃあまずキュレルですね。これは結構最近買ったものなんですが、クレンジングと泡洗顔を買ってみました。でこれはもう実際に使用しているんですが、キュレルジェルメイク落とし医薬部外品、もちろんキュレルといえばのセラミドが配合されています。で今までは私クレンジングはもうメイクを落としてほしいだけだし、洗顔はもう汚れさえ落としてくれたらいいから、その美容成分とか保湿成分ってそんなにいらないって思ってたんですよ。なんなら洗い上がりさっぱりしてる方がいいしと思ってたんだけど、お肌が本当に赤み出たりして乾燥しだすと、クレンジングではあんまり感じないんですが、洗顔後の突っ張りとか乾燥をめちゃくちゃ感じるようになって、あ、こういうの気になる人がいるから美容成分とか保湿成分って入ってたんだなっていうのをなんかね今更実感しました。でこちらはその洗い流してしまうメイク落としなんですけど、このセラミドが入ってくれているというタイプですね。で今までは私本当にオイルクレンジング、シューウェムラのものをねメインで使っていて、まあ、特にそれが合わなくなったわけじゃないんですけど、今こういったね敏感肌向けのラインのクレンジングを試しています。でもどうしてもいきなりクレンジングミルクとかになっちゃうと、私のメイクのこの濃さに耐えきれなくって、結局ポイントメイクリムーバー併用しないといけなくて、クレンジングの時間が長くなっちゃったりとか、落ちたと思ってても私目が悪いので、なんかメガネつけたりとかコンタクト入れた時に、あ、なんかちょっと汚れ残ってたみたいなのがあって、洗浄力というかその油分を落とす力が強すぎると肌に悪いっていうのももちろんわかるんですが、メイクが残っちゃうっていうこともだいぶ肌に悪いんじゃないかなと思って、そこのバランスというか、もう大前提メイクはしっかり落としてくれつつ、できれば乾燥しない方がいいよねっていうものをいろいろ探しています。じゃあこちらメイク落ちチェックしていきたいと思います。はい、こんな感じでもう本当にドロッとしたクレンジングジェルなんですけど、こちらなじませていきます。でテクスチャーは本当に手にのせてると垂れてくるくらいの緩さのジェルですね。でマスカラちょっと苦戦してますね。ウォータープルーフのアイブロウとか、あとラメラメのアイシャドウとかは落ちてますね。こんな感じ。ちょっとこれで浮いたメイクをね、オフしていきます。力抜いて拭います。まあ、繊維入りのマスカラがちょっと残りましたね。お湯で落ちるタイプのマスカラだったので、拭ったら綺麗には落ちました。で、使った後の肌がやっぱすごくしっとりしてるんですよね。まあ、化粧水しっかりなじませた後まではいかなくても、まあ、プレ化粧水、ミストみたいなのを吹きかけた後くらいの保湿力は全然あります。で、このクレンジングの次に使う洗顔買ってみました。なんか最近ね、朝の洗顔、水洗顔にしてたんだけど、ちょっと T ゾーンベタつくっていう話したと思うんですが、泡立てるのが面倒なので、こういう泡出てるタイプを、ちょっと今ね、額、ちっちゃいニキビなんかもでき始めたので、まあ、ほんと T ゾーンですね。こう。で、鼻の横は泡をね、つけて朝も洗うようにしています。で、これもセラミドがしっかり入ってくれているタイプで、洗い上がりめちゃくちゃしっとりします。で今までは本当に洗い上がりがすっきりしたタイプの洗顔が好きだったんですけど、なんであんまりしっとりするタイプの洗顔を使わなかったかっていうと、この洗い上がりのしっとりした感じが美容成分なのか洗い残しなのかが分かんないっていうのがすごく嫌だったんですよ。でもこれは明らかに洗い残しじゃなくって、洗い流したんだけどしっとりしてるんだなっていうような保湿力なんですよね。そこがすごく良かったです。でさっきのジェルクレンジングも税込み803円だったし、こっちも878円なので、まあ、1000円以下で買えるんですが、これは結構気に入っています。ちょっと出してみますね。
まあ、あのガス管で出てくるタイプのフォーム状の洗顔に比べたらもちろんこれくらい緩い泡でそんなにこうコシがあるっていう感じではないんですよね。でも肌の上でもう本当にこう力いっぱいガーッとこすらない限りちゃんとクッションになってくれますし、洗い上がりはね本当に突っ張ったりしないですね。すぐに泡がぺちゃんこになって足りなくなってっていうこともないし、洗い上がりのね感触も気に入っています。でしっとりしてるんですけどちゃんと洗い上がったなっていう感じもねあって、ここのバランスがすごくいいです。クレンジングとか洗顔って今まであんまりこうプチプラなものを使ってきたことがなかったので、なんかこうやって改めていろいろ使ってると手頃なのでも使用感いいのっていっぱいあるんだなっていう風にねちょっと感動しています。でそれからこれね、お肌荒れやすい人にいいなと思ったのが、保湿成分としてセラミドが入ってるだけじゃなくって消炎剤成分ということで、有効成分にグリチルリチン酸ジカリウムが入っています。最近ねこの成分私ちょっと気になってる。じゃあ次リピート品いきます。はい、アルージェの化粧液ですね。バリア保湿トラブルリペアリキッドというもので、もうここにもねマスク肌荒れにということでニキビ予防かゆみ赤み乾燥という風に書かれていて、これも天然セラミド、それから有効成分としてグリチルリチン酸ジカリウムが配合されています。でこれ前もね私気に入っているっていうのを言ったと思うんですけど、まあ、このサイズなのでそろそろね使い切りそうだったのでもう1本買ってみました。これがね 35mm ですね。なのでもう一見美容液っぽいサイズではあるんですが、まあ、化粧水的に使います。で化粧水も併用する場合は化粧水の前ですね、洗顔後すぐに使います。でこう流れ落ちるんですけどちょっととろみのあるジェルっぽい感触です。でもね伸ばすと水っぽくなるというか非常にね伸びのいいテクスチャーです。でこれはね後で一緒に使っていきます。でもう一つリピートしたのがノブ3のバリアコンセントレートです。これは今月のお気に入りの動画でも紹介したと思うんですが、めちゃくちゃ使用感良かったということできっちり使い切りましたのでリピートしました。でノブ買ったらねドラッグストアでもこんなにねサンプルセットをたくさんもらえました。ノブ3シリーズとノブ UVEX シリーズ、 UV ミルク、 UV ローション、 UV シールドということで日焼け止めでも3種類あるんですね。こんな感じでもらったのでこれもまた試してみようと思います。で次これはね、まあ、ちょっと欲しいなと思ってたんだけどめちゃくちゃね可愛いノベルティが一緒についてたので買ってしまいました。こちらアルージェのモイスチャーミストローション2です。でこれがねしっとりタイプのミストローションなんですけど、アルージェのとてもしっとりのタイプの化粧水を使ってみたかったんですよ。でそっちはもう単品なのなんだけど、こっちはねこのシナモンロールのねヘアバンドがついてるの。シナモンロールとか好きだったっけって思ったかもしれないけど、私まず基本的にそのキャラクターの好き嫌い関係なくスキンケアとかとコラボしてるとめちゃくちゃ欲しくなるのっていうのもあるし、呪術廻戦がね結構サンリオとコラボするんですけど、サンリオのそれぞれのキャラクターが呪術のそれぞれのキャラクターとコラボみたいな感じで、ナナミンがポムポムプリンとコラボしたりっていうのがあるんだけど、サトルがねシナモンロールなんですよ。多分目が青いから、だからこれ見た瞬間にこれ可愛いと思って買ってしまった。なのでちょっとスキンケアより先にこっち、かわいい、ほらめっちゃ可愛くないですかこれ。ちょっとつけてみよう。なんかあれあんまり似合わない。こう頭下げた時しか分かんなくないですか。なんか正面から見るとなんだろう、給食の人みたいな、給食の人こんなのかぶってないけど、なんかそういう制服的な、こう、あ、分かった、あの三角巾髪きっちりまとめるやつ、あれっぽく見えるのかな。もうちょっとこのシナモンロール感を出したい気はするけど、こんな感じですね。かわいい、かわいいけどちょっと私似合わないかも、ショック。こんな感じです。まあ、実質サトルじゃんっていう気分で買いました。で本体がこちらです。はい、ここにもねシナモンロールがいるんですけど、アルージェモイスチャーミストローション2です。じゃあこれもねせっかくなので使っていきたいと思います。これから気温上がってくると余計にもうお風呂出て暑いから体拭くんだけど、でもなんか全身こうバーッとねミスト浴びときたいみたいになるじゃないですか。なんかそういう時とかにも良さそうです。シナモンロールガチ勢の人はねぜひ探してみてください。じゃあ次これ買っちゃいました。これが脱タオルっていう風に書いてるんですが、使い捨てのタオルですね。洗顔後の拭き取りだけじゃなくって、あとクレンジングなじませた後に一旦表面のクレンジングをオフする時に使ったりとか、あとは柔らかい素材なので赤ちゃんのお世話にも使えますということなんですが、やっとこの手のアイテムを見つけた。でも私がなんかよくネットで見てる青色の袋のやつではなかったけど、なんかこれだけドラッグストアにありました。ちょっと開けていきます。でこれは前も言ったんですけど、最近私本当にタオルを使うのをやめていて、ティッシュでね水分を抑えてたんですよ。
で全然それでも良かったんですけど、まあこういうものがあるってなると一度は使ってみたいじゃないですか、ということで買ってみました。あ、思ったより分厚い。これでもね、この厚さで60枚入ってるんですよ。しっかりしてる。なんかキッチンペーパーの柔らかいやつって感じで、表面もこうエンボス加工みたいになってるから、拭き取り化粧水とか、まあ、かなり大量にいりますけど、びちゃびちゃになじませて拭き取ったりとかでも使えそうかな。ちょっともったいないんですけど、ミストをバーッと肌にのせて拭いてみます。でもね、あっという間に拭き取ってくれるわ。早い。まあ、ティッシュももちろん早いんだけど、まあ、分厚さがあるから、こう乗せただけでこう綺麗に吸い取ってくれる感はありますね。で結構しっかりしてて、その破れたりとかっていうのはなさそう。まあ、あとはちょっとね、肌に繊維が残んないかとかは実際に顔に使ってみないとっていう感じではあるんですが、まあ、手にこうやって乗せた分では全然繊維残りは気にならないかな。ちょっとティッシュよりは厚みあるけど幅狭いくらいのサイズです。次、こちら。これなんかね、バズってたから買ってみました。メラノ CC の集中対策プレミアムマスク高保湿タイプということで、確かね、の松木用とここからファイン限定の商品だったと思います。で、私はここからファインに行ったんですけど、もうめっちゃ、なんかもう限定ですよ、みたいな感じで押していました。で、私あんまりこの大容量の小分けになってないタイプのシートマスクって好きじゃないんですが、これはね、結構良かったので、この後使ってるところ実際に見てもらいたいと思います。で、ビタミン C、それからビタミン E 誘導体。で3種のビタミン C 誘導体などなど、プラススクワランオリーブオイルなんかも入っているみたいです。でこれも998円なので、20枚入りで1000円切るから、まあデイリーユースしやすいタイプかなと思います。でメラノ CC の美容液めちゃくちゃ有名だし、私も使ったことあるんですけど、まあ、あれってのせた時にちょっと肌が温かくなるようなじわっとした感じがあると思うんですが、まあ、このシートマスクに関してはそういった、まあ、刺激まではいかないですけど、ビタミン C っぽい感じ食っていうのもなかったです。じゃあこれもね、使っているところをご覧いただきましょう。アイカチャンネル。まずこっち使っていきます。これはね、もう洗顔後お肌がもう完全に乾いてしまってる状態で伸ばしても意外とね、馴染んでくれます。ちょっととろっとしてるから一番最初に使うのどうかなって思うかもしれないんですけど、馴染ませやすいし、大量に取らなくてもね、洗顔行き渡らすことができます。でこんな感じで馴染ませたらミストローションいきます。こんな感じ。化粧液の上に重ねたからか、結構ミストなんだけど、もちもちしてくれてますね。で、すごくね、霧が細かいですね。肌当たりすごく優しいんですけど、手持ちのミスト化粧水の中ではしっとり感強い方かなと思います。なんか気持ちよくて追加したくなるような感じ。素早く水分補給したい時に使おうかなと思います。こちらも使っていきます。中が、あ、もう開けた瞬間にめっちゃビタミンの匂いがしますね。重ねて折ってるんじゃなくて1枚ずつを折ってくれてるので、こういう大容量のタイプにしては取り出しやすいかなという気がします。思ったよりシートが厚めかな。こういうのってすごく薄い気がして、私2枚とか重ね付けしたりするんですけど、これだったら1枚でもいけそう。もうめっちゃビタミンというかオレンジジュースみたいな匂いがする。なんか額がちょっと狭い。こんなもの、私のおでこが広いのかな。この目の位置から上が若干短い気がする。あんまりおでこ足りなくなることってないんだけど、こんな感じ。なんか最近の若者は顔ちっちゃいからかな。そんなに顎下までしっかり覆うっていうタイプでもないかな。だから市販のシートマスクが大きすぎてもう周り余っちゃうし、髪びしょびしょになるのが嫌っていう人にはちょうどいいかもしれない。生地厚いんですけど、まあ不織布なので正直こういうところは剥がれてくると思います。美容液もそんなにドロッとした感じじゃなくって、どちらかというとこうさっぱりめの化粧水っぽいテクスチャーなので、周囲とかはこう抑えながら使うか、もしくはねシリコンのマスクを重ねて使う方がいいかなと思います。で貼っておく時間は5分を推奨されています。でも私はきっちり5分置くっていうよりは、ドライヤーしてる間とかに顔がね乾燥するから、その間のつなぎみたいな感じでちょこっと貼るようにしようかなと思います。でビタミン C、 ピリピリする人もいるかもしれないんですけど、この今激弱に弱っている私のお肌でも全然ピリピリ感とかはないですね。ただ油断するとあれなので早めに剥がします。
剥がした瞬間もうめっちゃオレンジの香り、まあ、だから朝使ってもいいかもね、この香りだったら。でしかも最近ね、ビタミン C 実は朝使った方がいいんだよみたいなのが浸透しつつあるので、朝のスキンケアさっぱりめに仕上げたい人とか、もうシートマスク貼った状態でもう髪セットしたりとか他のことしたいっていう人は時短にもつながるかなと思います。なんかなかなかいいんじゃない。最近は新しいシートマスクに挑戦するのもためらってたけど、まあ今1回使っただけですが、ファーストインプレッションとしては結構使用感いいかなと思います。じゃあせっかくなのでこちらも使っていきたいと思います。もうこれはね、使用感申し分なかったよね。もう本当にみずみずしいジェルって感覚で使うことができます。お肌がね、敏感になった時の動画でも言ったんですけど、最初はもう本当に化粧水とワセリンもう以上みたいなシンプルなケアに徹していたんですけど、まあ、だんだんね、お肌の赤みとかが落ち着いてきて、まあ、ふとお肌とか触ってみると、まあ、それまで荒れてたせいもあってゴワゴワしたりとか、部分的にね、かさつきが残ってたりとかもしますし、どうしても化粧水だけだとね、いくら重ねてもこれ以上潤わないなみたいな、なんか限界を感じるんですよね。で、その時にこれ入れたら、あ、保湿されてるなっていう感覚がすごくあったの。だからこれはもうお肌揺らいでて、もうシンプルなケアにしたいんだけど保湿力が全然足りないっていう人いたら、ぜひね試してもらいたいなと思います。まあとはいえお肌揺らいでる時に新しいものね入れるの怖いと思うので、多分普通の街の薬局みたいなとこでももちろんテスターとかもあると思いますし、ノブはねサンプルたくさん作ってるからこれもあるんじゃないかなと思うんですよね。なのでサンプルもらえないか店員さんに聞いてみるっていうのもいいかと思います。そして次、まああれだけね日焼け止めたくさんレビューしたんですけど、ちょっと遅れてね手元に届いたものがあったのでこちらも紹介していきます。なんかこれめっちゃ有名というか今人気で、結構店頭とかでも売り切れてるらしいんですよね。ビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトローションというもので、まあ、サラサラの水みたいな使用感っていうので非常に人気が出た日焼け止めです。で SPF50 プラス PA4 プラスあって、白くならないしベタベタしないしすごく使いやすいということで人気みたいですね。でもう振るとカチカチ音がするタイプなのでしっかり振って使うんですが、もうさ音がほら水っぽいの分かります。で出すとちょっとね白いです。うお垂れる、本当に水みたいな感じ。こう押したりしなくても傾けたら流れ出てくるんですが、出した瞬間は白いんですが伸ばすと全然白みはなくなります。で今季買った日焼け止めの中でも一番こう薄膜っぽい感じというか、本当に化粧水くらい伸び広がります。ですぐにこう密着してくれる感じでペタペタ感もなくなりますし、見ていただいたら分かる通り白くもならないのですごいいいなっていう感触ではあるんですよね。で実際にこれ顔にも確か使えるので、まあ、これ使ってメイクするとよれにくいみたいな人もいるんですが、試した人とかもすごい多いと思うんですよ。だからやっぱ使う人が多いといい意見ももちろん出てくるし悪い意見も出てくるので、結構そこ見比べてるとこう肌に負担ないって言ってる人もいれば、ニキビできちゃったっていう人もいるし、落とす時は普段お使いの洗顔料ということで体は洗浄料、顔は洗顔メイク落としなどっていう風に書いてるから、まあ一応石鹸で落とせるみたいな、クレンジング必須ではないタイプだと思うんですが落ちにくいっていう意見もありました。で私これ実際試してみたんですけど、確かにこう手に塗ってハンドソープとかで落としてもなんか落ちきってるのかなみたいな、塗ってるとこだけちょっと肌の感触が違うような気がしたから、なんとなく個人的にはそこまで落としやすいものではないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので私はちょっとまあ顔はね今もそこまで絶好調っていうわけではないから、これはもうボディ用に使ってます。でボディも私腕はねずっと日焼け止め使ってると色は出てないんですけど、なんかねちっちゃい湿疹みたいなのが出てくるんですよ。まあ、これが日焼け止めのどの成分に反応しているか謎なんですが、こう連日朝からずっと1日日焼け止め塗るっていうのをやると、だいたい肘と手首の間あたりですね、特にこの肌が薄い内側なんかにこういうのが出てくるので、あんまり腕もそういった強力なものが使えないから、これはもう足だったりとか、まあ、背中空いてる服とかは着ないけど万が一そういうの着ることがあったら背中だったりとか、自分の体の中でも結構肌が強い部分に使おうかなと思います。まあ、今年結構いろんな日焼け止めのレビューとか読んだんですけど、まあ、一番って言っていいくらい賛否両論分かれている日焼け止めな気がしました。まあ本当に合う合わないはねその人の使用感の好みだったり肌質とかもあるので試してみるのが一番いいかなっていう気はするんですが、まあ、私はそんな感じでボディ用にしています。じゃあ次2つだけなんですけどデパコスあるので行きます。洗顔よく買うよねっていう話なんですが、こちら、はい、この前美容雑誌の付録でついててめちゃくちゃ気に入ったエストのクラリファイイングジェルウォッシュ、これはねアットコスメ東京行った時売り切れてたんですよ。でオンラインで在庫探して買いました。
で、ジェル状の洗顔なんですけど、これも洗い上がり分かりやすくて、程よいの爽快感というか、汚れ落としたなっていう感じがあるので、これ気に入って使っています。多分使用感はね、過去にも紹介しているので、ちょっと省略させていただいて、次、これはね、4月発売のデパコスの中でもかなり楽しみにしていたものなんですが、ポール&ジョーボーテのパールファンデーションプライマー限定の005番です。可愛いよね。私このポロジョのつぶつぶの限定が出るとなんかついつい買っちゃうの。なんか集合体苦手な人とか、まあ多分ビジュアルの好き嫌いで結構分かれるアイテムだと思うんですけど、で私つぶつぶどちらかというと苦手なのにこれは好きなので、今回のは色味もね、なんかちょっと暖色系でオレンジ黄色ピンク薄ピンクみたいな粒が入ってるから多分色味も合うなと思って予約していました。でこれもね実際使ってるところをご覧いただきます。じゃあこちらもね実際に使っていきたいと思います。出すとこんな感じ。ねるねるねるねみたい。ビジュアルの可愛さはピカイチだよね。ただこれ日焼け止め効果ないので日焼け止めは必須になります。やっぱり通常のこのポルジョのプライマーより私は限定で出るつぶつぶのタイプの方が潤いがすごい気がするんですよね。で感触も混ぜてもやっぱりこのベースのジェルっぽい感じがある気がして、まあ、本当に保湿アイテムっていう使用感ですね。あんまり下地感ないです。まあ、そういう点においては、まあ、ちょっとテクスチャーこっちの方がドロッと感強くはあるんですけど、あのゲランのロールエッセンスエクラとか好きな人は多分これ好きだと思う。はい、仕上がりはこんな感じです。ツヤンツヤになりますよね。もちろんこの上からねツヤっぽい質感のファンデーション重ねてもいいですし、まあ、セミマットのファンデーション重ねることで内側からちょっとツヤ出すみたいな仕上がりにもすることができます。はい、っていう感じなので、とにかくしっとりしてくれるし、まあ、ちょっとカラー補正効果に関しては正直わかんないんですが、まあ、使ってて可愛いので買ってよかったなと思います。じゃあ次、使い捨てのスポンジですね。ロージーローザの今度はバリュースポンジ N ダイヤ型タイプ S30 個入りというものを買ってみました。この前はあのハウスタイプこういう五角形の買ったんですけど、なんかねこの表面がツルツルしてて側面しか使えないみたいな話をしてたと思うんですよね。なんですが側面使うんだったら五角形よりこのダイヤ型の方がこの一辺の面積が大きいからと思ってこれを買ってみました。まあちっちゃいのはちっちゃいよね。ちっちゃいんだけど、まあ、よく言うと小回り効くかなっていう感じだし、まあ、毎日本当に今は使い捨てにしたいっていうのを優先したいから、まあ、そうなってくると結構ロージーローザって、まあ、どこにでも売ってるし買いやすいのでっていうので使っています。まあ、これも今のところ絶対リピートするぞっていう感じではないんですが、400円くらいだったので、まあ、使い捨てにはぴったりかなと思います。じゃあ次ですね、これコスメじゃないんですけどめっちゃ便利だったので紹介させてください。はい、こちら Amazon で買ったんですが、この靴のお手入れ用の消しゴムです。これツイッターでつぶやいたら結構皆さん反応してくださったんですけど、出すとあの懐かしのまとまるくんみたいなまとまるくん知ってます？あの消しカスがまとまるよっていうのがね、私が小学生くらいの時に流行ったんですけど、あのまとまるくんみたいな消しゴムが入ってます。まああれよりはちょっと硬いんですけど、これでスニーカーのこう側面のこうラバー素材のところがあるじゃないですか、あれをこうやってもう本当にこう鉛筆の文字を消すような感じで汚れを消すとめっちゃ消えるので、ちょっと家にあるスニーカーというスニーカー全部これで消しちゃったから今実演することができないんですけど、まあ、結構そのスニーカーの側面のゴムの部分って洗っても綺麗にならなかったりとか、なのに色が白くて汚れが目立ったりとかっていうのがあると思うので、これ持っとくとめちゃくちゃ便利だなと思いました。で家中のねスニーカーの汚れ落としたけどこれくらいしかちびてないの、ほとんど減ってないからめちゃくちゃ長く使えると思います。で、Amazon なので、まあ、これが定価っていうわけではないと思うんですが、990円でしたね。で、今だったらこれに 10% オフクーポンも適用できるみたいです。スニーカーの汚れ落としに特化したスニーカー専用消しゴムということで、ゴムやラバーのソールだけじゃなくって、キャンバスやナイロン生地との相性も考えたということだから、他の部分も使えるみたいですね。で、これ使ったらもう普通に消しカスみたいなのが出てくるだけなので、もちろん、その洗ったりとか洗剤っていうのは不要で、これ1本で使うことができます。なのでこれだったらかさばらないから、こんな感じで箱に入れて、あの靴磨きのねクリームとか入れてるところにポッて入れておくといいかなと思います。なんか隙間時間にもパパッとねお手入れできるので、これはすごく便利です。これからね夏とかになってくると足元もね白っぽい明るいカラーの靴履いたりすることも増えると思うので、まあ、余計に汚れが目立ちやすいですし、気になったらぜひチェックしてみてください。はい、そしたら最後は本ですね。まず1冊目はこちら。はい、サブちゃんでも語ったんですが、呪術廻戦の19巻です。
で、あの時はね、特別付録が付いたタイプだったんですけど、はい、私あれをね、予約してるのを忘れて、なんと通常版も Amazon で予約していました。で、こっちが484円ですね。で、今3回目ぐらい読んでるんですけど、読みすぎって感じ。隙間時間とかでね、読んでるんですけど、この、まあまあ新キャラですね、表紙にもなってる日車ひろみ。これがね、まあまあまあかっこいいキャラなんですよ。結構ハマってる人とかもいるみたいで、まあ五条悟不在の今ですね、こういうちょっとかっこいい人っていうのは見ておきたいじゃないですか。だから今回もすごく良かったですね。そしてもう一冊、ちょっとこれはねコスメにも関係あるんですが、こちら4月15日に発売になったハータンさんの美肌を叶えるハータン流美容の正解です。こういう美容系の本、なんかすごく久しぶりに買った気がするんですけど、このアイコンでおなじみのハーターさんが執筆された本です。本当にデパコスもプチプラも、それからもうスキンケアもコスメも幅広く掲載されている感じで、あとはね、こうパーソナルカラーについてとか、まあいわゆる美容って言われているものを、もうこの一冊で結構広くね、網羅してくれているような内容でした。で、読みやすいのであっという間に読むことができたんですが、まあもちろん美容初心者の方にもいいと思いますし、あとこう美容がね、好きでこうハマってくると、結構こう自分の世界観というか、自分がこうって思ったところにどん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 こう狭く入り込んでいく傾向に、まあ、私はなりやすいので、割といろんな人の美容法だったりとか、まあ、その人なりのセオリーみたいなのを聞くのが好きなので、これはねとっても新鮮でした。で、お値段が1400円プラス税ということで、私は Amazon で買ったんですけど、もちろん楽天ブックスとか店頭とかでも買えるかなと思いますので、まあ、おすすめのスキンケアとかパーソナルカラー別のコスメとか知りたいという方はね、チェックしてみるといいかなと思います。はい、ということで今回はね、最近の購入品紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんが最近購入されて気に入っているアイテムあれば、ぜひねコメント欄で教えていただきたいです。そして最後にお知らせなんですが、今ね本を紹介させていただいたこちらのハータンさんと、明日4月16日土曜日の夜19時から生配信でコラボさせていただくことが決定しました。いや、もうツイッター界隈だったら、こうフォローを自分がしていなくとも、多分周りのフォロワーさんがこういいねしたとかリツイートしたっていうので、こう回ってきて、一度はねこのハータンさんのアイコンで見たことがあるっていう人多いと思うんですけど、あのハータンさんのコラボということで、え、私ですかっていう風になったんですけど、ちょっと緊張するんですが、一緒にね美容のお話していきたいなと思っています。で、リンク概要でも紹介しているんですが、ハータンさんのニコニコチャンネル、そして私の YouTube ライブで夜7時から同時生配信になります。でね、ちゃんとねプロの人が使うようなスタジオで配信なんですよ。すごくないですか。で、それが前半なんですけど、後半はハータンさんのニコニコチャンネルの有料会員の方向けの限定配信になってしまうんですが、その前半部分はもちろんニコニコ YouTube ともにログを残す予定ですし、どなたでも見ていただけますので、見やすい媒体で見てもらえたらなと思います。で、もちろんねこの機会にハータンさんの有料会員になってみようかなっていう方は、リンク先から詳細チェックできるかと思いますので、ぜひねそちらも合わせて見てもらえたらと思います。お時間合う方はぜひぜひ遊びに来てください。今回の動画楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。